アメリカ・イリノイ州の農場で羊たちが飼われていました。その群れの中で特別な役目を担っていた1頭がいます。6歳を過ぎたメスの羊でした。とある学校の農業学習で必要とされ飼われていたのです。生徒たちの在学中、羊は彼らのためにさまざまな貢献をしました。やがて時が経ち、生徒は学校を卒業していきます。役目を終えた羊はそこで誰からも必要とされなくなりました。それから一頭の羊に待っていたのはただ生き延びるだけの毎日です。最低限の住む場所と食べるものはありますけれど、羊に残されたものはそれだけです。農場の人間は彼女を飼育しようとはしませんでした。農業学習をする生徒が卒業してしまえば、羊の世話を続ける理由はなかったからです。たったそれだけの単純で身勝手な理由で羊は飼育放棄を受けました。世話をされない羊は毛が伸び放題になり、だんだんと自身の毛皮に埋もれていきます。彼女が飼育放棄を受けて何ヶ月も過ぎた頃には、その体は厚い毛布を巻かれたように不格好になっていました。顔も手足も日光に当たることはなく、もはや毛の塊にしか見えません。日々の健康チェックどころか、本来羊に欠かせない毛刈りさえもされなかったため、この羊の置かれた環境は日に日に悪化する一方でした。絶望的な状況にいた羊ですが、2022年に入ると事態が変わります。地元にある動物保護区のスタッフが救助にやってきたのです。羊が初めて出会うことになったのは保護区の創設者ローラさんでした。保護にあたって農場の責任者に羊の名前を尋ねたローラさん。しかし返された答えは、そんなものはないの一言でした。家畜扱いの羊は個性を守る名前一つなく、生き物として数えられていなかったのです。羊はすぐにローラさんの保護区に引き取られました。そこで羊は最初にエリー・メイという名前をもらいます。それは一頭の孤独な羊が人からもらった初めての愛の象徴でした。ようやく劣悪な環境から抜け出せたエリー・メイですが、問題は山積みです。まず長く人から虐げられてきた彼女は保護区のスタッフを信じることができませんでした。一番気にかけてくれるローラさんにも近づくことができません。そんなエリー・メイに対してローラさんは何度も名前を呼んでくれました。あなたのすべてを知りたいと話しかけて触れ合って、閉ざされたエリー・メイの心を溶かしてくれます。優しさに触れたエリー・メイは自分の名前を覚えました。ローラさんに呼ばれると嬉しそうに答えるようになります。一度心を開いてしまえば、エリー・メイが人の愛情を受け取るまでに時間はかかりませんでした。こうして人を信頼できるようになったエリー・メイは、次に生まれて初めての毛刈りに臨みます。時間をかけて信じられないほど大量の毛を刈ってもらったエリー・メイ、毛刈りを終えると見違えるほど愛らしい姿の羊がそこにいました。6年間の苦しみを脱ぎ去って、身も心も軽くなったエリー・メイは、さらに素晴らしい変化を見せ始めます。明るく積極的な一面が開花していったのです。感情豊かになったエリー・メイは他の羊たちと遊ぶようになり、そこでベラという仲間と出会いました。このベラも元は飼育放棄を受けて保護された羊です。同じ境遇同士、エリー・メイには心惹かれる直感があったのかもしれません。
共に過ごす中で互いを受け入れ、いつしか大の仲良しになった羊たち。エリーメイはより一層毎日を楽しむようになり、どこか元気のなかったベラもはしゃぐ姿を見せるようになりました。2頭は保護区で自分たちだけの生き方を手に入れることができたのです。生き物としての生活を奪われていたエリーメイは生きる自由を取り戻しました。これからも彼女は今まで与えられなかった分の幸せを集めて輝く日々を送ることでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。